あの戦争の現場にいて、あいつらの目の前にいて、てめえ何をしてやがった、何をしてやがった、なぜエイスを見殺しにした、家族より妊婦かよ、この人でなしのクズ野郎が。エイスの最後の行動を聞いて驚いた。泣いたっていいんだ、乗り越えろ。俺は弱い、何一つ守れねえ。もう何も見えんのか、お前にはどんな壁も越えられると思っておった自信、ないものはない。お前にまだ残っておるものは、俺は革命軍の幹部。あの島で君たちの身に何が起きた。私から一つ提案がある。バカな、なぜ奴がまた麦わらのルフィです。